はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんはです。もうね、そろそろ9時になろうかという時間なんですけど、うん、今日ね、結構星が綺麗なんでね、秋吉台に行ってみようかと思います。先日、月夜じゃけどね。秋吉台にね、綺麗だったね。すっごい綺麗だったんで、今日月夜なんですけど、まあ三日月、綺麗なんよね、ちょっと前なんですけどね。空が綺麗やから、ね、まあ、月も見たいし、星も見たいしね。急遽ね、行くことしたいね。はい、秋吉台にまた行ってこうと思います。では、行ってきまーす。こんな時はさ、ラブーンはいいよね。ちっちゃいけね。うん。2人入りました。あ、やっぱあれが見よったんじゃん、シリウスが。着いたらさ、着いた。もう星よりご飯だ。そうやね。ご飯食べよう。今から着きました。今から星見るんよね。うん、星よりご飯。怖いな、ちょっと。すごい不気味。めちゃくちゃ怖い。でも動物おらんやったよね。うん、はい、じゃあ行ってきます。やっと着いたね。着いた。秋吉台の長者ヶ森展望台に来てます。ここね、星すっごいです、ね、びっくりするぐらい星がね、今見えてます。今日はね、月夜じゃけね。そうですね、ちょっと見にくいかもしれないけど、それでも見えるよね。うん、すっごい綺麗。展望台の横にね、ラクーンが360度、ほんとね、開けちゃうよね。ちょっと上に行ってみようか。暗くて怖いです。どうだ、真っ暗なんでね、怖いです。ラクーンかっこいいね。あそこね、うん、私が唯一知ってる北斗七星があるの。あ、そう。どれが北斗七星なんやろ。どれ、あ、これ真上やん。真上行ってみよっか。多分真上まではね、向かんのやないかな。っていうかさ、多分北斗七星行ってると思うけど、うん、この星の多さで、ね、どれが北斗七星か、北斗七星かわからないですね。すっごい星、うん、めっちゃあるね、星めちゃめちゃすごい星の数、うん、これさ、闇夜やったらもっと見えるのね、うん、そう、あ、ラクーンがさ光り輝いて、うん、照らされちゃう、月月に照らされてます、うん、ちょっと東側に回ってみます。今ね、こちらは北の空です。北の空から東の空に回ってみます。あ、間違えた、こっち西だ、西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 嘘ばっかり言ってますね。西に月がね、今ね、沈みかけてます。沈みもあれ、うん、これ上がるよ。月がね、輝いてます。月がこっちの方にね、沈んでいきます。なんか灯台かなんかのね、光がね、見えてますね。そうだ、うん、はい、綺麗やな。もう月が東に沈むとかね、本当僕わけのわからんこと言いながらね解説してますけど、はい、本当綺麗。流れ星見えんかね。うん、こんだけあったら見えるよ ね。こっちはなんかね、こっちは稲の町、そうやね、下の方ちょっとね、明るくなってます。これがね、峰市の町でしょうね、多分ね、多分ね。はい、じゃあこのまま展望台に上がってみましょう。展望台に行くのに、うん、照明いらんね。本当
ほんと月明かりすごい。これがさ、三日月じゃないか、半月で、これだから満月だったらすっごい明るいよね、うん、うわぁ、綺麗、そう、北の空です。この角度でずっと回ってみようか。北からずっと、まあ、ちょっと早かった東の方にね、ゆっくり回っていきます。はい、すごいね、星、山があります。星がたくさんありすぎて星座がわからない、東です。南です。はい、そしてずっと回ると今ね、西に向かってます。西の空で、西に月です。じゃあちょっと頑張ってね、空の方映しますね。ありすぎて絶対星座わからんよね、これ。星火かね、本当にわからん。あるね。北斗七星があれやから、あれが、ああこっちのこれが北極星やなって言いながらカメラで見てももうわからないです。たくさんある。はい。こっちが。アンタレスとかね、こっち見えるんですよね。だけど、もう、わかんないです。本当に。流れてもわからんかな、ありすぎて。そう。闇夜もいいけど、月夜もいいね。感動。じゃあ、月夜でこんな綺麗だな。月夜見て、そう。はい、展望台からの眺め。この辺で終わります。ございます。こんにちは。っていうかもう昼です。昨晩も徹夜で天体撮影を楽しみました。何のためにやってるかね、いまいち分かってないんですけどね。仕事みたいになっちゃう、ただね、あの星が映って、あのなかなか綺麗にはね撮れないんですけど、まあなんとなく映ったかなって感じでね、昨日撮りました。はい、まあ昨日も寝てないんでね。綺麗やったね。月夜だったけど、綺麗やった。月がなくなってからまたすごい綺麗やったね。よかったね。た、でもいいとこです。そうです。帰ってゆっくりできたらゆっくりしようかなと思います。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。それではさようなら。さようなら。